ポルセさん。この番組は。さあ先生、今日も行きましょうか。はい。はい。皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスのイーサマモでございます。そして。はい。ボイスオクターのリーです。はい。今日もよろしくお願いします。ですね。はい。いや、ちょっと、皆さん、先日ですね、こちら、アララウメイさんのリアクション動画を、やらせていただいたじゃないですか。はい。で、ここでですね、ぜひ皆さんのおすすめ、教えてくれよと。はい。皆さんにコメントお願いしたじゃないですか。はいはいはい。皆さん優しいから。ね。はい、コメントくれまして。教えていただいて。そうそう。はい、ダントツで多かった皆さんがおすすめしてくださった。はい。明日の夜空紹介班という、こちらのリアクションをさせていただきたいなと思っております。はい。明日の夜空紹介班。そう。ね。覚えるの大変でしたね。これは10回言えないやつです。こっちが舐めらないんで、ね。確かに。ね、なんかいろいろ調べたらいろんな意味がやっぱこもってましたけども。うんうんうん。そう。っていう曲を、アラナルメイさんが。歌ってらっしゃると。おう。ね。うん、で、それを皆さんがすごいおすすめしてくださるんですよ。そうですよね。うん、そうなんですよ。うん、だから、あえて、僕もたまたま見てないやつだったんで、はい。見てないです。今日まで。あ、本君も。見てないです。なるほど。初見で。はい、で、一応、原曲は、うん、先ほど、チェック済みでございます。はい、そう。あ、うん、なんか懐かしい感じの。いやー、原曲のまた世界観もね、素敵でしたね。で、なんか、想像できなかったですよね。うん、これをアラナルメイが歌うんだ。あ、そうなんですよ。うん。うん。3人でね。そうです。しかも。長い曲でもないし、そうそうそう。展開がめちゃくちゃいい意味で別にあるわけじゃなく、ストレートな感じの。うんうん、で、ちょっと曲調もちょっと8ビットな感じっていうか、そうそう、若干ゲームチックな感じだから、どう調理してどうなるんだっていう、すごい気になるんで。本当に今日ちょっとこの声帯の専門家の、リー先生、それからボイスライナーの私がですね、はい、まあだから声の専門家なので一応私たちはですね、うん、この部分はこうだよとかいろいろその声の部分の解説に関しては、はい、瞬発力任せてくださいというところで、うん、その辺なんかも着目してですね、ご覧いただければと思っております。という感じで、このチャンネルでは、日々発生関係の話とか、ボイトル関係の話とか、今日みたいなリアクション動画とか、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ、見ていきましょうか。はい。いやね、さっきも言いましたけど、原曲、からちょっと今のところ想像がつかないんで、この化け物歌唱力の3人がどう調理していくのか、これでも毎回楽しみですよ。そうなんです。え、どんなんなんだろう。そう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 、だからファンのみんなもそうなんでしょうけど、そう、なんかこう、え、どうなんだろう、ワクワクする。トイザラスみたいな、トイザラス行ってるみたい、はい、バーッつってこんなの出たんだみたいな。なるほどね。びっくりした。これ楽しみですね。うんうん、いきますよ。アレンジされてる。そしてキーが、うん、下がっている。え、今のはこれ荒木さんでしょうね。本当ですか。でしょうね。と思いますよ。あ、マジで荒木さん。これ王子、王子、王子、王者、荒木王子、これがいいわ。荒木王子、え、めちゃくちゃ良かったっすね。良かった、めちゃくちゃ良かった、良かった、すでに裏切られた。なんかなんかこのだから逆に裏切られてない、もう逆に、逆にね。そう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 、意味わからんけどそういうことです。そう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 、なんか爽やかな裏切りでした。そうです、なんか爽快感を持った、爽快感ある、あ、こんな感じなんだっていうか、柑橘系というか、すごいですね。なんかポカリスエットとかの CM できそうな。そうそうそう、マジそうっすね。なんか誰かが走ってる。なんとか秒チャージみたいな。ね、そういう感じするわ。自転車で追いかけます。いや、なくしないでください。え、これすごい。いや、すごい。確かになんか、ポカリっすね。え、色で言うと。このニュアンス出せるんですね。うん。多分荒木さんポジあるじゃないですか。こいつ、これを。これを、弱にするとこうなるでしょうね。なるほど。そういうことなんだ。そう。ソフトポジに持っていくと、王子になるんですね。すごいですね。そう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 。そうです。組み合わせで変わる。王子チューンだなぁ。王子チューンですよ、これ。かっこいい。この少年がいいですよ。少年。少年。ね。ね。そうそうそう。響きがある。この、ビタ止め感というか、うんうんうん。少年。みたいな。なんかこの、
パンポブチキンを、ね、聞いてた時のような、そうなんです、あの少年心がくすぐられる感じ、めちゃくちゃわかる。やっぱね、あの、うん、バンプに影響、あ、そっか、バンプに影響を受けてらっしゃると。そうなんです、まあ、別の方が言ったかもしれないけど、あ、そっかそっか、そうなんですよ、なるほど、出てますよ。なんか遺憾なく発揮してます。発揮してらっしゃいます。ここはすごいですね。ルーツ感じます。いや、ルーツを感じる。これはめちゃくちゃ。そしてめいちゃん来た。泣きそうですよこれ。泣きそう。ここにも王子がいましたか。いましたいました。二世というか二人目が。二人目がね。いるわ。いいっすね。いい。それこそ、うん、いつも言うようにその。なんだろうな、うん、個性は違うんですけど、はいはい、そのポジションは揃えようとしてるっていう。そうですよね、二人とも。このイケボ感ってね、うんうん、はいはい、割と難しいと思うんですよ、ね、いや、なんか多分モノマネしようと思ってもあんまりそうならないかもしれない、うん、そうかもしれないですね。どうしたらいいんですかね、これね。いや、なんか僕的にはツツ感持ちつつ、うんうんうん、チェスト感は持たないようにするとこうなると思うんですよね。ちょっと浮かせるのか、うん、そうでも絶対ハスキーになっちゃダメですよ。いや、そうなんですよね。ソフトに行っても声帯合わせないと流さないと多分そう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 、二人とも声帯バシッと来てます。だから難しいんですよ。そうなんですよね、うんうん、なんか難しいな、うん、声帯を直接合わすっていうより、なんかこうなんだろうな、合わさっちゃった感じ、こうなんだろう、うん、こうじゃなくてこう合わせる感じっていうか、あ、そうあ、これ難しいけどそういうことですね。こうなんか指先で、うん、閉じる感じだと思う。だから呼気じゃないですよね。呼気駆動型というよりはじゃない、安定しとかないとダメですよ。そうですね、ここで鳴らすっていう、そう自分だけその王子ポジションがあると思うんです。そこを自分の王子安定しとかないとダメです。ここで鳴らすぞ。そうだからちょっと揃ってましたね、そういう意味で。揃ってる、うんうん、揃ってる。足止めがここは、うん、いいな、ここ、うん、かっこよ。ライトな、アキさんライト今回、うん、ライトなんかこう違うんですよ。すごかった、うん、すごかった。さっきの、はいはいはい、アキさんの高いとこすごかったっす、うん、ここすごくないっすか。何これ、何これ、いいですね、なんだこれ。なんかさっきの、うんうん、この感じが、うん、ちょっと強くなってる感じです。だけど、まあ、いつもの荒木さんポジじゃないです、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、ふわっとしてるんだよ。違う人だこれ、うんうん、本当にふわっとしてるんですよ、うん、うわっ、今の成瀬さんですね。今成瀬さんだな、やっぱりね、成瀬さんだ。ゴミの捉え方がさ、はい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 、漂いが、そうちゃんと押さえてるところ。クリオネですよね。漂ってるんですよ、なんか。漂ってるんだけどね。でも、ちゃんとジャストで来てるんです。そうですね。うん、いいっすね、これね。これなんか、この冒頭に関しては、こ、う、と、ん、冒頭に関してはなんか、3人足並みが揃ってるんです。ねえ。うん。なんかドラマを感じる。ドラマを感じるんです。まだ、なんかこう、まだその足元からこうね、どんどん全体像が見えていくような、そう期待感がどんどん、期待感がすごい高まる。え、なにこれ、なにこれ、ワクワクする、これ。あ、けどね、うん、あはい、今のはいいっすね。今のは教科書に載せましょう。今の発声が皆さんお手本ですから。これはすごかった。すごいですね。すごいですね。サビへの駆け足として、すごいですね、一番の素材ですよ、うん、来ますよ。そしてサビが、はい、あー、うーわ、うーわ、音圧ですよ、音圧。確かに、いや、めっちゃ分かります。すごいですね、オーケストラや、これすごいですね。これに関しては、うん、ド直球できてますね、うん、いや、本当にそうなんですよ。なんか、うん、なんかその3人が、はい、この束になった時に、いや、そうそうそれ、そんな感じ。これ普通のね、ユニゾンじゃないですよ。そんな感じ。いや、
それこそ前ね、この村で、一回その、あの、各 個人の歌声の周波数の分け方、はい、ああ、そうですね。したと思うんですけど。こう、みたいなしましたね。そう。はい。それを感じますよ。いや、そうですよ。3人が揃った時に、いや、そうだわ。圧が、そうだわ。マスタリングでチートしてるみたいな。まあ、ちょっと専門用語なんですけど、はいはいはい。音圧が、そうですね。立ち上がってるんですよ。ぎゅうぎゅうです。ぎゅうぎゅうなんですよ。もう。全部ね。声、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 声。そう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 。え、こんな詰めれるの赤字だよみたいな。そんなに詰められたら詰め放題だけどみたいな。本当にちょっと YouTube がサービスしてる感じ。お前らこれサービスだぞっつって。そうですよね。いや圧がすごいんですよ。人力マスタリングですね。いやそう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 。どこを見ても声がある。綺麗。おう。おう。モルセさん。モルセさん。もう回ってくんだから。すごいですね。すごい。何これ。もう曲終わりそうですもん。なんかもう、ちょっと。感動してるんですよ。そう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 。クライマックス感じ。いや、そう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 、ね。一本もう映画見ましたみたいな。本当に感じする。すごいね。なんかこれはメッセージ性がありますわ。すごい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 。ね、いやある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 。うんうん、ええー。あ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 のやっぱりそのなんだろうアクセントの位置が抜群にいいっすね、うん、いいですね。そのでアクセントをちゃんとそのシーンごとにつけてくるんですよね、うんうん、体のスペースみたいな、うん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 、さあさあそう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 でこう音的にもその重ねて歌ってらっしゃるから聞いてるね。気持ちいいよ。気持ちいいね。気持ちいい。なんだろうなこれ。このカリスマは何なんでしょうね。いやすごいんですよこれはね。真似したくなるっていうことはですよね。カリスマなんだよななんか。これでもすごいですね。世界観が。いや本当そうですね、うん、いや皆さんが絶賛する理由はちょっともうすでにこの1分でもうもうそ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 う すごいね感動しますよね、うん、確かにこれは、センス抜け方がいいそうかっこいいこれはいいですね、うん、おえ、めっちゃいいんですけど。おぉ。こういう感じね。おぉ。え？もうなんか、うん、足並み揃えすぎて、うん、もう誰が誰だか分かんない時あります。いやいや、本当に。なんかこの、特にやっぱりこの A メロ感は、うん、みんながなんかこう、少年になってるから。あ、そうですね。うん、なんかそういう、キャッキャしてる。うん、感じを、ポジションを揃えてる感じ。そうですよ。声色とか音色、ね、なんかこうずっとなんか僕の中ではこう、うん、荒波さんって音色を分けるそうですね、グループなのかなと思ったんだけど、うんうんうん、この揃えた時のパワーがまたいいんだなって最終回みたいですよね本当に絶対続いてほしいけどねそうそうひとまずそう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 、なんか今まで出てきたやつらが全員力合わせてますみたいな、いやいいですね、感じするわ、ドラマだわ、ドラマですよね、うん、これ成瀬さんっすよ、そう成瀬さんね、これね、てんてんで、こういうことがやっぱできるっていうか、そう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 、甘いんだよ、ね、わざとらしくないですよね、これなんかこう、どうやったらかっこよくなるのか難しいけど、やっぱめっちゃわかる、うん、なんか成瀬さんの、うん、すげえなって思うところが、うん、今の話と結構関与するんですけど、うん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 、めっちゃあざといと思うんですよね、あそのやってること自体はそうですよね、めっちゃ、うん、
そのいい意味で癖めっちゃ強いと思うんですけど、うん、でもわざとらしくないというか、うん、受け入れられる、いや本当にそうなんですよね、それがすげえなって思うんです。まあリズム感も抜群だってのもあるだろうし、そうですね、全部じゃないってのもあるだろうし、あ、まあそうですね、うん、そっか、平均で鳴らしたら、うん、いいのかもしれないですね。またやっぱりそのもう基本中の基本だと思うんですけど、ピッチがいいんだと思います。そうす、ね、これね、ピッチ悪くてこれやるとやっぱダメなんです。確かに、そうするとあーっていうね、確かに、まあ、だから紙一重だと思うんですけど、いやそうです、ね、これはやっぱりやれてるのはやっぱそのすごく、まあ、実力があることなんじゃないかな。そっか、だからこんな好きになっちゃうんですね。そうですよね、大好きだもん。かっこいい、かっこいい、かっこいい、大好き、本当にうまい。ね、あ、いい、立ってがいいじゃん、立ってっていうか、立って、そう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 、このソフトなところで言ってるから後半ソフトにするんですよね、うん、最初側はちょっとこうバチッとしつつ、そうなんですよ、あれから世界は、あれから世界はぐらいで言って立って、立って、ね、にしてこっから本気でも立ってにするみたいな、いい、ね、でこっからの、うん、ちょっとね、いや王子だよね。いやーこれなんだろう、あんまり、うん、やっぱ足並み揃ってるんで、相当ね、相当揃ってるんで、いつもって、うん、なんかこんなに変わるじゃないですか。そうですよね、このなんか、うんうんうん、変わるんですけど、うん、つまみが、うんうん、これなんかこう、ま、なんかほんとこれぐらいの感じで変わってくんで、なんか本当に、まあちょっと、この映像も相まってなのかもわかんないですけど、はい、僕の中で、はい、結構やっぱ子供の頃って僕らってみんな似てるところがあるじゃないですか。やっぱ難しい、ああ、そうですね、そうですね。なんかその純粋っていうのがあるんですけど、まあそういった、まあ、大人になる前のこの少年感とか、確かに確かに、それをなんかみんなで歌声で出てるっていうか、ああ、なるほど。だからなんか声質がなんか揃ってる気がする。確かに確かに。ここからまたそれぞれの個性がね、後半にかけて分かれていくような。そういう予感も感じる。確かに。どうですか、いや、そうですよね、うん。ここまで温めてるのかもしれない。ね。そして、うん、これは、あ、これね。これはもうなんか、メ、う、イ、ん、ちゃんのお箱、けだるポジション。そうですよね。なんか、顔がわかるっすもん。この時のメイちゃんの顔が。あー、わかるわかる。こうやって。そうそうそう。お腹が痛い。そうそうそう。その顔ですよね。そうそうそう、絶対そうですよね、うん。で、それがもう見えるもんな。見ていた。そうそう。っていう感じですよね。わ、うん、かる。っていう声なんですよね。うん。来た。おう、よし。いや、なんかな、うん、なんつうんだろう。いや、ちょっと今回発見ですね。発見ですよ。毎回新しい発見をくれる。特に荒木さんすごい。荒木さんすごい。なんか本当に全部これじゃないんですよね。いっぱいあるんだっていう。これの応用がいっぱいある。あったんですね。すごいですね。ちょっと身震いすらします。確かに。もう違う人っすもん。ね。もう、そんぐらいのレベルで。王子。少年。実は王子でしたみたいな。ね。いろいろな声色があった。そう。戦士として戦ってたけど、実は王族の血を引いていたみたいなね。王子みたいな。あなたが実はみたいな。その少年時代に、約束の、勝手にストーリーを作り出してますけども。ね、うん。ああね。めちゃくちゃいいやん。めっちゃいい。おめっちゃいい。お今のいいっすね、いい、あおう出たこのあれいいねん、このこれいいっすよ、分厚み、あこれはなんだろうな、泣いちゃうな、これはねこれいいっすね、感動だな、なんかいつもと違う衝撃です、うんうんうん、これ。物語が見えますね。物語、ね、めちゃくちゃ物語。すごい。透明感がすごいあるのにパワーがあるっていうか。そう、勇気をもらえるというか。うん、これでも3人のその歌声を別で聞いてきてるじゃないですか。うん、はいはいはい。ここの引き出しを揃えるってのは。確かに。すごいですね。仕上げてきてます。これ多分相当練ってますよ。いや、そうですよ。
これを、うん、これをこういう風に歌うっていう作戦も含めて相当練ってます。相当練ってますが、これは結構3人で話し合って、いや、そうでしょうね。いや、そうでしょうね。付き合って、傑作ですよ。いや、行き着いてる。本当に。行き着いてる、行き着いてる。うん、これはなんか。成功してます、見事にそれが。素晴らしいですね。めちゃくちゃいいっすね。美しい。すごいこれですよ。やばいな。アカデミー賞かなんかでいいんじゃないですか。いや、ね、なんかほんとすごいですね。新海監督って感じです。いや、ほんとになんかじゃないですか。いや、もうだ作品が壮大ですもん。ね、2時間かと思いましたね。これはすごいですね。この曲を聴いてクリエイターたちのいろいろ物語を、いや、そう全部見たい、それを。いや、わかる。うん。で、エンディングは絶対これでやってほしい。わかるですよね、ほんとに。わかる。それぐらい濃度がやばい。うん。カルピスの原液ですよ。マジで。これを薄めてるのが、その作品みたいな。飲みたかったやつね。そう。大人になって。そう。あいつんち来いぞっつって。ね。これ。これが原液で、これで物語ができちゃうぐらい。そう。ですよ。いいねこれ、爽やかで爽快でパワフルで。ね、うん。ずっと駆け抜けましたね。ずっと走ってた。このこっち系の歌唱力もある。そうなんですよ、うん、要するに音を揃える、音色を揃える、ね、その時にこんなにパワーになるっていうのは確かに、ちょっと新感覚でしたね。確かに、いや、ほんと新感覚、うん、うんうんうん、新感覚だ。これだからもう本当にそれぞれがそれぞれの声を知り尽くしてるっていうか、うん、だからできるんじゃないですか。 いや、そうですね、うん、なんかね、あれですね、うん、あの荒木さんはここで、うんうん、王子という目を見せてきて、うん、めいちゃんさんはもう、うん、いい意味で三つの通りの供給、そうです、ね、安定のなんだろう、持ち前のその艶やかさと、そうです、ね、バランスを持ってきて自分らしさというかね。そう、うん、成瀬さんは、うん、なんだろうな、僕としてはこの、なんていうのかな、いわゆるメロディアスなところありましたね。あ、そうですね、うん、そういうところを確かに、うん、実力派としての、はいはい、片鱗というか、めっちゃわかります。そういうなんかその歌唱力を 見たというか。普段成瀬さんってこの3人になった時に、そう結構その、うん、楽器みたいな役割になることもあるじゃないですか。ですね、うん、もちろんそうじゃない時も絶対あるんですけど、うん、今回に関しては結構メロディーメロディーしてた感じですよね。うんうんうん、いや、めちゃくちゃ良かった。良かった、本当に。いや、感動しました、ね。いや、本当感動、うん、感動する感じでした。いや、なんか嬉しいですね。この曲を教えてくれて出会いがあって。うん、いや、そうですよ。この曲に関してはその、本当に皆さんのおすすめがあったんで、うん、今回、聴かせていただいたというところなんで、はい、引き続き、もし皆さんのおすすめであるとか、うん、あとリクエスト等々とかですね、ございましたらコメント欄にお気軽にお願いできればと思っております。はい、まあ、そんな感じで、今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタン、あとは、チャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いしますということで、感動の一本でございました。はい、今日もありがとうございました。はい、バイバイ、ありがとうございました。